皆さんこんばんは。子犬のポメラニアンコロンチャンネルへようこそ。コロンでーす。本日の動画はですね、犬が母親だと思っている相手にしか見せない行動についてお話ししていきたいと思います。それでは早速ですが、動画に入る前に本日も動画のご視聴よろしくお願いします。もしよければ高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは早速ですが本編へ入っていきましょう。犬が母親だと思っている相手にしか見せない行動の一つ目は、くっついて寝るという行動です。犬が野生で暮らしていた時は、穴の中で母親にくっついて寝ていました。その名残から、母親と思っている存在にくっついて寝ることで、本能的に安心します。まるで母親に守ってもらっている気持ちになるからです。足元にぴったりくっついて寝ている場合は、特に信頼度が高いです。寝返りを打ったりすると蹴られる可能性もあるので、本来足元は危険なのですが、信頼しているために足元であってもくっついてきます。二つ目は、トイレをしたことを知らせに来るという行動です。犬は飼い主のことを母親だと思っていると、うんちをした時にそれを知らせに来ます。これは子犬が母親に早く片付けてと言っているのと同じ感覚で、トイレをきれいにしてほしいことを意味しています。昔はトイレの匂いが周りに漏れてしまうと、外的に居場所を知られてしまうので、したままの状態はとても危険だったのですが、その名残もあり、今でもこのような行動を愛犬は示します。次は、散歩中に後ろに隠れるという行動です。散歩中に怖い犬や苦手な人に会った時に、すかさず飼い主の後ろに隠れるのは、母親に頼るような感覚になっていることからする行動になります。ここにいれば安心だと思っています。犬がこの態度を取った場合は、もしそれが人であったとしても、飼い主は決して怯えずに堂々とした態度を取ってあげましょう。そうすれば、より一層飼い主への信頼は高まり、安心して日常を過ごすことができるようになります。次は、階段の上からか細い声で泣くという行動です。好奇心で階段に登ったものの、いざ降りるときは怖くて降りれないときに、母親に助けを求める気持ちで、クーンとか細い声を出します。これは愛犬がとても怖い思いをしているので、すぐに助けてあげましょう。犬がクーンと鳴くのは基本的に子犬の頃だけです。成犬になってもこのような鳴き方をする場合は、その時だけ子犬の気分でいます。成犬になっても時々子犬のような甘えん坊に戻ってしまうのも可愛いですね。動画の途中ですが、本日のコロンさんのおやつタイムでーす。本日のおやつは、ビ
ビーフジャーキーになります。ホロンさんの大好物のビーフジャーキーです。それでは食べていただきましょう。もうずっと狙ってますね。危ないよ。はい、どうぞ。食べるときは猛獣の顔をしています。食べるのもすごく早いですね。それでは完食したので本編に戻りましょう。次は、犬は母親のことを覚えているかについてお話ししたいと思います。自分の犬は母親のことを覚えているのかなと思ったことはないでしょうか。実は犬は自分の母親のことを全く覚えていません。犬にはそこまでの認識能力はありません。人間でも子供の頃に引き離されたらほとんど覚えていないと思います。犬も同じです。ちなみに母犬は本能的に育てないといけないと思い、その後少しの間子犬を探し回る行動を見せます。自分のことを母親のように思ってくれていると、より一層愛犬を守りたくなりますよね。意外と私生活の中でそのサインを犬は見せているものです。しっかりと愛犬を守り、心から安心できる環境で育ててあげましょう。以上で、犬が母親だと思っている相手に見せる行動についてお話しさせていただきました。本日も動画のご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも気に入っていただければ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。